MLB と NPB でデータ活用に大きな格差が生まれる理由、日本野球界と違い生き残るために情報化したメジャーリーグの事情。優秀な選手、人材を NFL や NBA に取られることも多かった MLB。こうした状況に対応すべく、世界も視野に入れた市場の拡大、試合時間の短縮、怪我やアクシデントの予防、IT による情報発信、優秀なスタッドキャストなど改革を進めてきた。なるほどな、確かに NPB は人気があるから安全運転をしてる気がするわ。MLB 見てる人だとスタッドキャスト見ながら試合観戦するスタイルの人は結構いる。ハードヒットや打率期待値だったり、回転数や曲がり幅だったりデータ見ながら観戦するのは楽しい。MLB は野球サイトも豊富で、MVP 投票で参考にされる独自の棒を算出してるサイトも複数あったりする。NPB の公式サイトの成績表とかなんだこれ OPS すら載ってないけど見づらいし、なんとかならないのかな。スタッドキャストも公開すればいいのに MLB 選手とのスペック比較も容易にできるのにな。NPB は時代遅れもいいところ。NPB 解説者とか全くデータ見ないからな。だから投稿打定になってるのに、ボールが飛ばないは嘘。とか平気で嘘つく。データ野球にたった一人で立ち向かう予測不可能な剛腕投手富士。MLB のデータ活用はほんまにすごい。1年目通用して2年目以降成績落とす理由はデータ解析出しだからこそ常に活躍し続けてる選手はすごい。むしろ NPB はもっとそういうデータ活用してるって可視化できるようになった方が面白いんじゃないの。見てる方としてはデータの最適解が判明してどのチームも選手も同じような感じになっちゃったらつまんないと思うけど今のところは大丈夫そうだ。前県曰く打者ごとに各コース各球種におけるデータと映像がすぐに見れるらしい。アメリカの野球は規模が違うからなリクエストだって日本と違って向こうは検証専門の設備と人間がいる。